鈴木慎吾は、日本の画家、版画家。旧満州国法廷史生まれ、東京都荒川区育ち。古い銅版画の技法の一つである、スティプルエングレービングを復活させ、美術史上初めてこの技法のみで構成された、版画作品を作り上げた。油絵や木版画、銅版画では、エッチングやメゾチントなどの作品があるが、晩年は銅版に直接展告を行うスティプル。 エングレービングに心血を注いでいた。スティップルエングレービングを一部に使用している作品や手彩色で補強している作品はジュリオ・カンパニオーラやピエール・ジョゼフ・ル・ドゥーテなど数多く存在するが、この技法だけで構成された作品を残しているのは鈴木が世界初である。スティップルとは天国のことで、スティップルによるエッチング作品は他の作家に数多く存在する。 エッチングは、防食処理を施した銅板の表面を針で削るだけだが、直接銅板を彫らなければならないエングレービングを、天国で行うには相当の体力と忍耐を必要とする。日本の版画史において、メゾチントを復元した、長谷川清カラーメゾチントの浜口洋蔵と並び称されて、スティプルエングレービングの鈴木信吾として評価される。ありがとうございます。